こんにちは休日の朝ちょっとおしゃれにフレンチトーストを作りましたおうちカフェだから食パンの耳はそのまま切り落とさないで作ります卵液に漬け込む時間が結構必要だったけどフライパンで撮影とは映えませんね <laughs> 今日はアイビスペイントとブロを使った作品作りをしますこちらが完成例になります 今回は背景ループを作るのみの内容になります。続編はまた後日ということでよろしくお願いします。アイビスペイントで1枚の背景を作成します。完成したらブロでループするように作成し、自負で保存します。自負で保存するのは次回この背景ループを使ってキャラクターを配置する予定で動画の尺に 自由に合わせられるようにするためですお品書きはこのようになっていますでは早速アイビスペイントはすでに起動していますマイギャラリーでタップします画面の上プラスでタップします新規キャンバスが表示されました今日はここ9対十六 s d でタップしますちょっとピンチにしますね ここに作成していきますではまずお空の色水色で塗りつぶしていきたいと思いますので画面の左横塗りつぶしでタップします画面の下カラーをタップし空の色どれかな好きな空の色を選んであげて水色薄めの水色にしようと思っていますお好きな空の色を選んであげてくださいい カラーウィンドウ外でタップし、キャンバスの真ん中でタップします。はい、えー、空の色出来上がり。今回は簡単に作っていこうと思っています。この後地面のところ、芝を描いていこうと思っています。では画面の左横、ブラシでタップします。サイドブラシでタップします。 ブラシウィンドウが表示されました。基本が選ばれていることを確認します。ここ、虫眼鏡の形の検索をタップします。草と文字を入力しましょう。草ですね。ブラシ検索結果が表示されています。今日はこの中の、基本、草、丸カッコ、すげ、 カラーというものを選んでいきますのでタップします。草、すげ、カラーが選ばれたことを確認しましょう。ではブラシウィンドウ外でタップします。画面の下カラーでタップします。葉っぱですので緑系かなそうですね。2、3色色を使って描くといいと思います。 ではまず最初緑えっとこの辺ちょっと暗めにしようかなここ少し下へドラッグすると暗めの緑になりますお好きな緑色で大丈夫ですカラーウィンドウ外でタップします画面の下に芝生のようなもの葉っぱを描いていくんですけれども右と左両サイド1センチぐらいのところには描かないでおきたいと思っています ループ状になってもはぎ目がわからないようにしたいからです。サイズは36前後に今日はしています。ちょっと書いてみます。こうですね。下の方はいっぱいになるようにね。よいしょ。下の方に空の色が見えないようにしてあげてください。では画面の下、カラーでタップします。違う緑の色を選びましょう。そうね、ちょっとこっちの方かな。 カラーが変わったことを確認しカラーウィンドウ外でタップしてまた書き足しましょう、はい、ではもう一度カラーをタップしてもうちょっと濃いめの色をしようかな、えー、カラーお好きなまた色で選んであげてくださいカラーウィンドウ外でタップしさらに追加で書き込みますちょっと濃いめだね はい、この辺はもうお好みです。両サイドは必ず書かないように開けといてくださいね。これぐらいで大丈夫です。では書けましたので、これを剥ぎ目が目立たないようにしていくための加工をしていきましょう。画面の右下1と書いてあるレイヤーをタップします。レイヤーウィンドウが表示されました。ここ、特殊レイヤー追加でタップします。 レイヤーの複製でタップすると2というレイヤーに複製されます今2というレイヤーが選ばれてますのでこのままレイヤーウィンドウ外でタップしますでは早速いきます画面の左横移動変形でタップします画面の右下移動量 x を変更していきます 先ほど9対16で作成しましたので半分のサイズになるようにしていこうと思っています。幅の半分はですね、今日は640です。では、X のところをですね、ドラッグしていきます。左へ動かしていきますので、これ左にドラッグすると数値が変わっています。マイナス640になるまでです。ちょうど半分のところね。 でなかなか640ちょうどにならなかったりしたら右か左にあるこのプラスやマイナスをちょん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 とタッ,タップ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 ってして640にしてあげてください。今日はマイナス640です。ではこのままレテ定のチェックで完了です。右下のレイヤー2と書いてあるところをタップし1のレイヤーをタップして選びます。 レイヤーウィンドウ外でタップし画面の左横移動変形でタップしますこの移動量 X のところを今度は右へ動かしていきますでは640になるまでねえっ、ー、と今がろあはいやだー <laughs> ではこの時にはプラスやマイナスのボタンをタップしますが今日はマイナスのボタンですタップしまして 数値が変わっていきます640になるまでですはい、移動量 X が640になりましたのでこのままレテンのチェックでタップします右と左の剥ぎ目の位置は同じなので境目が目立たない形になっています画面の右下1と書いてあるレイヤーをタップしここ 2というレイヤーをタップして選び直します。右の横、レイヤーの結合でタップします。2枚あったレイヤーが1枚になったことを確認します。レイヤーウィンドウ外でタップし、今ちょうど左ブラシが選ばれてます。このまま足りない部分のところをドラッグして書き足してください。では書き足します。はい、これで完成です。 なんとまあびっくり、あっという間。<laughs> では保存しましょう。今日は JPG でいいかなと思っています。右の下、左を向いた矢印をタップします。画像保存でタップします。画像保存のウィンドウが開きました。今日は JPEG でいいと思います。JPEG が選ばれていなければタップして選びましょう。ではこのまま OK でタップして、 画像を保存しましたと出たら完成です。右の下左を向いた矢印をタップしてマイギャラリーに戻りましょう。今度はブロを使ってループになるように設定していきます。今日は私画面の下のドックから起動しますが皆さんは好きな方法でブロを起動してあげてください。ではえブロを起動します。 ブロでループ状になるように作成して保存しておこうと思っています。では画面の下新しい動画でタップします。今作成した背景ここにあります。先ほどの完成の空はこちら。タップします。下のところに追加されたことを確認し、右にある赤い丸の矢印でタップします。 画面比率は今日は16対9でいいと思います。16対9が選ばれていなければタップして選んでください。画面の下、プロジェクト作成でタップします。はい、取り込まれました。ここでも、ここでも、どちらでも大丈夫です。タップして選びます。右の下のこの白い ハンドルをドラッグしてあげてそうですね。今日は25秒ぐらいあればいいんじゃないかと思うので、ドラッグして25秒まで伸ばしましょう。ここ今今4秒になっていますので、ここを見ながらドラッグして25となるまで右へドラッグします。25ぐらいで大丈夫よ。 25の長さになりましたこの辺はお好みですが今日は25にしましたではここ長押しして先頭に戻りますここでキーフレームを設定していきますではキーフレームでタップするとキーフレームがここに打たれたこと確認します末尾に移動したいのでここ長押しします末尾に移動したことを確認しましょう画面の下 変形でタップします。位置が今選ばれていることを確認します。今日はこの X の値を変更していきます。では100にしますので、これをドラッグして数値を100になるようにしてあげてください。そうするとちょうど16対9の欄外に位置することができます。えー、ここが100ね。 100になったので16対9の欄外に位置していることが確認できます。では画面の下の完了でタップします。さらに完了でタップします。では先頭に戻しましょう。ここ長押しです。再生でタップします。こんな感じ。ね、動いているんですけれども背景が右にどん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 送られていきますが、<laughs> 動いている分 真っ暗になってしまう部分つまり画像がなくなるからですねこれだと困るのでちょっと手をかけていきますでは止めてしまいますね先頭に一旦戻りましょうここ長押しですこのままでは良くないのでピクチャーインピクチャーで画像を挿入していきますでは下の PIP でタップします 左横、画像でタップして今と同じ画像を挿入します。ここ、追加済みって書いてある字、最近気がついたんですけれども、今これを使っているよねって表示されるようになったんですよね。はい、えー、今回はこちらになります。タップします。挿入されたことを確認しましょう。 右かどうしたのハンドルをドラッグして大きくしてもいいんですけれどもやはり手加減で寸法が若干違ってしまうといけませんので今回は画面の下変形をタップします画面の下にあるサイズでタップしますではこのままドラッグしていくと大きくなっているのわかりますか今右から左へドラッグしてます えー、ここのところが 1.0x となるところ。ここが1倍ということだね。1.0になったことを確認し完了でタップします。このピクチャーインピクチャーで入れた画像はやはり最後まででタップし同じ長さにしておきましょう。赤い縦線が先頭にあることを確認します。もしなければ先頭に移動してあげてください。 ではキーフレームを設定していきましょうキーフレームをタップしオンにしますキーフレームが打たれたことを確認します末尾に移動したいのでここ長押しです赤い縦線がピクチャーインピクチャーの末尾に来たことを確認しましょうではここひし形の形のプラスをタップしてキーフレームを追加しておきます 追加されたたことを確認しまししまて、先頭に戻りたいのででここ長押しです。赤い縦線が先頭に戻ったことを確認します。では画面の下、変形をタップします。位置が選ばれていることを確認します。ここの x の値を動かしていきます。ではこのままドラッグしてあげてマイナス100になるように していきます。そうすると16対9の欄外へ移動します。えー、マイナス100今回はマイナス100です。左側しに移動したこと確認し、画面の下完了でタップします。では、一旦画面の下の完了でタップして再生してみましょう。はいえー、どうですか？動いてるの分かりますか？で、さっき黒いところが見えてたんですけれども。今回？ 黒いところ見えないのもお気づきでしょうか気づいてるよね私もわかる <laughs> はいということでこんな風に手をかけてあげるとループ状の背景が出来上がりますではこのまま止めてしまいますねこのままでも大丈夫ですけれども約1分弱の長さの動画にしておきたいのでここ長押しし末尾へ移動します 赤い縦線が末尾に移動したことを確認し、まずここ、メディアのタイムラインのところ、これ一番初めに入れた画像になります。タップしまして、画面の下、複製でタップします。もし複製のボタンがなければここ、右や左に動かして探してください。では、複製でタップすると、 横に続きで複製されます。画面の下完了でタップします。今画面の下 PIP が選ばれてます。PIP で挿入した画像がタイムラインに表示されてますのでタップします。選択されましたので画面の下複製でタップします。複製されたことを確認し完了でタップします。動画が完成です。 はぎ目のところ確認していきたいので、指で少し右へドラッグして、この辺から開始して確認してみましょう。では、再生のボタンをタップします。赤い縦線の位置でもうすぐはぎ目位置になりますけれども、どうですかわからなかったですね。止めてしまいますね。これで、はぎ目のない背景ループ出来上がりです。このまま保存しておきましょう。自負で保存しておきたいと思っています。 では、画面の右角上、抽出するでタップします。画面の上、抽出する画面になりましたので、GIF でタップします。GIF が選ばれたことを確認します。その下のところは特に変更しなくていいと思っています。ここになんか注意書きが出るようになったんですね。結構前からね。なので、一応まあ、失敗しちゃうかもしれないっていうことが書いてあるんだね。 大丈夫ですよ。では画面の下、抽出するでタップします。自負作成中は待ちます。えー、これを一つ作っておくだけで随分動画の中に動きが表現できるんじゃないのかな。この間書いている花ちゃんの動画もできたらここに入れてみようと思っています。はい、えー、もうすぐ終わりだね。はい、保存完了画面になりましたので、 画面の右角上、おうちのマークでタップして最初の画面に戻ります。背景ループ作ってみました。今日は作るだけで終わってしまいますけれども、次回はこれにブロのストック画像や、あるいは今作成している縫いの花ちゃんの歩く動画を入れていこうと思っています。楽しみにしていてくださいね。 ご視聴どうもありがとうございました。また、iPad で楽しそうなこと、面白そうなこと、ご案内できたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょうね。またね。バイバイ。